演武開演。どうも、本日はこちらローソンの紅あじまの焼き芋ホイップドーナツを食べていきます。こういうことになった時はそういうことなんです。ではいただきます。確かにぎっしりではないですけど詰まってますね。ホイップクリームとまったりとした優しい甘さの紅あずまの芋あんは相性が抜群で、そこにちょっと弾力のある団子のつけが合わさってとっても美味しかったのですが、紅あずまの芋あんがもう少し欲しかったですね。これではホイップクリームが主役になっているような印象を受けてしまいました。もう少し紅あずまを多くしていただいた方が紅あずまが主役であると分かりやすいのではないかと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。